テレ朝動画。なみさん、おはようございます。お疲れ様です。じゃあもう早速始めてください。はい、今日はね、中根さんの初めてのフランス料理店で、この愉快な仲間たちと一緒に始めます。まあとりあえず、カキとリゾットを、ね、食べましょう。はい、皆さんどうぞ。いただきます。紹介は随時、はい、すごい来た、来ました。これ何個でも食えます。これ美味しい。何個でも食われるくなった。まあ食べながらでいいんで、今日のゲストの紹介をお願いします。2回目の試合になります。武士選手です。あ、すみません、よろしくお願いします。今日はこれ以上ないおしゃれをしてきます。いい感じですね。ちょっと寒かったで、お前寒くないですか。寒いすごい寒い。何言ってるかよくわかんないんですけど、本間くんです。あ、本間くん、これはおけしです。寒い。初出演です、そして、もう一人の初出演、内藤選手です。はい、よーです。やっと呼んでいただきました。おー、よー言うわ。中根さん、よく本間さんと言ってたんですよ。我々嫌われてんじゃない。いやいやいや、本間なんか二人とも早く出てほしいなのだけど、なんか出てくれんのかなと半信半疑でよ。やっと思い、やっと内藤がなだれ式フランケン完璧に決めていきました。打ち付けた。さあ、そして両腕力を込めた本間のこけし。今回2人をちょっと素を覗くというか、はい、ウォッチングさせてもらいました。なるほど。そこからちょっと何問かクイズを作りましたので、はい、なんか昔そんな曲もありますね。昔後藤弘樹選手が初めて登場した時にどういう人なのかを知ろうということで。でも結局あんまり分かんなかったですよね、どういう今回でも武士選手に来てもらったのは、お二方を、まあ、よく知る人物ということで。なるほど。内藤選手のことはよくご存知ですか。はい、そうですね、まあローソンでバイトした頃から僕知ってます。おばっちりです。あ、それは正しいですか。はい、正しいです。あ、もう10年ぐらい前ですかね、まだレスラーになる前ですけど。アルバイトしてたローソンに武士が来て、それで一緒に浜口ジムに連れてってで一緒にトレーニングするようになった。すごい。そうなんですか。で、僕武士がレスラーになれたのは、まあ、ある意味私のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ローソンでバイトした頃から僕知ってます。おばっちりです。あ、それは正しいですか。はい、正しいです。もう10年ぐらい前ですかね、まだレストランになる前ですけど。はい、アルバイトしてたローソンに武士が来て。あれですね、やっぱこう、いや、本間くんはすごく食べんでいる、もうこういうちゃめけがいっぱいあるんですよ。3秒ルール、まだやん。わあ。じゃあまだやん。またこの2人のコンビがね、絶妙なんですよ。ああ、なるほど。先輩後輩で、またこの3人ともね、アニマル浜口さんとこのお弟子さんである浜口ジムの出身の方なんですけどね。いいね、連携もやるしね、なんかこう別々に戦っててもやっぱすごくね、いいタッグに見えてきますよ。うまいこと言えないですからね。今回はお二方のちょっと素を覗くというか、ちょっとスタッフも離れ気味で、いろいろこう分かってきたことがありましたんで、本日はまず内藤選手のクイズを。よっ。
式フランケン、完璧に岡田を打ち破る。もうカーブが怖くて。あ、このカーブもあるんですか。カーブも、はい。いやでも俺今日初めてやったんですけど、カーブ、うん、いつもあのカーブはちょっと人気で、なかなか開かないんでカーブやったことなかったんですけど、今日初めてやったら、いや自分に当たらないと分かってても腰が引けちゃいますね。今日あの10回に1回ぐらいいい当たりがあったんですけども、まあ普段はよい当たりが出る確率は何球に1回でしょうか。普段はどのくらいかっていうことですね。普段のアベレージは。そうです。普段はどれくらい出るんだけどなということをこの後言うんですけど、しょっちゅう行ってんねや、バッティングセンターは。結構行ってます。しかもここに行ってます。あ、そう。あ、ほんまに。そう、ここ私のホームのホームです。ホームランド。ホームランド。そう。なのにどうして調子が悪かったのこの時は。なんですか。いや、カメラに緊張しちゃいました。これでもブッシュ選手はなんとなく実力のほどは分かってるってことですよね。そうですね、結構野球すごい好きで、そこ一緒に広島のズームズームスタジアムに行ったので、はい、なるほど。野球プレーしてる姿は見たことある。あ、見たことあります。草野球のシネマプロレスの草野球の。あ、そうか。はい、すごかった。活躍してましたね。そう。あ、そうですか、はい、へえ。まあね、10回に1回とはやっぱりね、3割3も3厘ぐらいはいってんじゃないかと。3球に1回ぐらいは。なるほど。いい当たりが。確かに打率で考えたわけですね、
確かに3割3分3厘だったら強打者ですよね。強打者、うん、やっぱそのぐらい、ね、慣れてるとこやし、うん、なるほど、当て感が絶対いいはずなんですよ、彼は。なるほど、武士選手、僕もかぶってしまったんですけど3球に1回じゃないかなと。このなんかこの映像のこの口元は普段はなんか3球にみたいな顔してるんで多分この3球に1回はみたいな多分言い訳でしてると思うんですよ。なるほど、わかりました。本間選手、お願いします。はい、左ゴブ。お。3割バッターにはなれませんよ。お。そんないいバッターじゃない。なるほど。2割ゴブってことは4球に1回。なるほど。40球に何回10回。10回じゃない。ほら。このね、野球してるアピール、この例があるんですね、本当はね。野球してるアピール。野球してるアピール。元野球少年。野球。元野球中学校まで野球少年。野球から先輩で。野球から先輩。すごいですね。絶対なんだこれ。野球経験者としては想像出るもんじゃない。もう経験者、経験者からしてこう。いやでもバッティングセンターですからね。いや打てないよ。打てない。